島クレカン快速秋地ライナー広行きです。まもなく発車します。壁です。ドアの開け閉めはドア横のボタンで操作をしてください。
広島クレタン快速秋地ライナー広行きです。15時49分に発車します。発車します。方面解体地からは停線を通ります。広行きです。広島クレタン快速です。途中の広島までは各駅に停まります。途中の大町には16時3分に着きます。横川16時19分、広島には16時28分に着きます。広島から先は後ほどご案内いたします。列車は4両編成で運転します。お手洗いは一番後ろの車両にございます。次は中島です。中島です。乗り口は右側です。開くドアと足元にお気をつけください。次は上八木です。
開くドアにお気をつけください。
現者や出現者やです。
大町です。降り口は右側です。左の後、降りの際には足元にお気をつけください。
下祇園で降り口は右側です。逆側にお気を付けください。秋長塚です。乗り口は右側です。開くドアと降りの際には足元にお気をつけください。この列車は広島呉間快速秋地ライナー広行きです。次は三滝です。
気楽側にお気を付けください。
まもなく発車します。空いているドア閉まります。ご注意ください。新白島、新白島です。アストラムライン横利用の方は乗り換えです。ご乗車ありがとうございます。次は広島です。降り口は左側で7番乗り場に着きます。駅への到着の際には列車の横揺れにお気をつけください。この列車は広島クレカン快速秋地ライナー広行です。通常発車しますと、止まります駅は開催地、矢野、坂、吉浦、上、秋谷川、広です。その他の駅には止まりませんので、停車駅にお気をつけください。乗り換えのご案内いたします。山陽線で天神川、西陽、三原方面、普通列車の糸崎行き。山陽線糸崎行きは16時35分、5番乗り場です。呉線で各駅に止まります。普通列車の安浦行き、呉線の安浦行き。16時40分、3番乗り場です。上尾線で秋谷口方面の下川行き、上尾線下川行きは16時45分、9番乗り場から発車します。新幹線をご利用のお客様は、陸橋を渡られまして、2階の新幹線乗り換え口までお越しください。陸橋を渡るエレベーターとエスカレーターがありますので、ご利用ください。Thank you.
ドアが開きます。イラクドアにお気をつけください。マグロ列車は広島駅を16時30分に発車します。F 線快速、秋地ライナー、広駅です。広島を発車しますと、次は海田1に止まります。Thank you.
Thank you.
発車いたします。発車後列車が左右に揺れることがございますので、お立ちのお客様は手すりか振り革をお持ちください。まもなく発車いたします。